大江戸恐竜伝夢枕幕第2巻小学館このねこのシリーズは読んでください4.5面白いでこれ主人公平賀源内なんです歴史上の平賀源内知らないことにしてくださいで夢見た島へ行こうとするんですよそこには金が取れて竜がいるって言うんですでそれで仲間を集める その仲間を集めたり面白いんですけどこの中に出てくる夢枕バークは,は実は全部資料で書いてるんですよそういう残った資料でつまり行き当たりばったりに書いてないのしかもイラガ現代があれエレクテルだったんだっていうのがあるでしょあれは作ったわけじゃないからみんな交換勘違いしてるんであれは直しただけなんですでも当時エレクテルを見たこともない人が修理をするんですよこれすごいで歌舞伎も書いてますから、ね、心霊矢口の私ってのは今でも上演される歌舞伎ですから もっと分かりやすいやつは「土曜牛の日はうなぎの日」ってこれは彼の思いつきで「野村意味はねえよ」って意味はなくたって人間ってのはこういうことで動くんだってまさに意表をつきながらも今の広告宣伝のこう核を捕まえている彼が主人公でいろんな時の人物が出てきておまけに口八丁手八丁でこいつは田沼意ぐをうまくたらし込んでその 身元でやってるという話の面白さ、夢枕ばくしかこんなに。伸び伸びと書けないでしょうね。これは面白いです。小学館がこのシリーズはぜひ読んでください。千八百円プラス四点五。